おはようございます我がんせの影げやんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。とうとう、えー、大相撲ね、えー、名古屋場所ですね、名古屋場所が7月場所ですね、始まりました。で、僕は今の時点ではね、知ってるのは、えー、2日目ですね、2日目の結果までは知ってるんですね、2日目までは、えー、見させてもらって、えー、3日目はまだ見れてない状態。 ちょっと遅れたことになりますけども、えー、今場所はね結構見どころがいろいろあって僕はすごくこう注目しているというか面白いなと思っているんですけどもまず、えー、白鵬ですね白鵬が、えー、ちょっと復活というかまあまあ七、あのー、月場所名古屋場所は出てくるということやってしっかりと出てきてで初日ですねちょっとねあのとね明星やっ た時に結構あれ結構バタバタした動きしてるな大丈夫かなという感じがを受けましたねほんであれこれどうなると思ってこうあこれやったらちょっとやばいかなと思って2日目ですね2日目は結構まあまあやっぱ箱はやっぱり実力があるというか上手いというかねえ簡単にいなして買ったんであやっぱり箱ほ 強いいいなとううかそこのあテ照ノ富士とかとまた、えー、終盤当たってくると思うんですけどその辺になったら照ノ富士がこう万全を期してこう白鵬とやったときやっぱりこう照ノ富士の方が強い可能性があるなあというようなこう、えー、初日を見て、まあ、2日目を見てこう思ってますこうしっかりとこうやり合ったときに照ノ富士こう、えー、新旧交代じゃないですけども、えー、そういう状態になる可能性はあるなあというふうにこう見てました。そして僕 が応援している若隆景がですね小結び新小結びになって、えー、どういう相撲をこう取っていくかなと思って、えー、初日2日目と見たらですねえー、っとうんいい取り組みはしてたんですけども、えー、負けちゃいました負けちゃいましたけどもこの後まあまあまた白星はこう稼いでいくでしょうから、えー、なんとかね こう8勝7敗でもいいからこう勝ち越してほしいなというところで、えー、三役の、えー、状態をこう保ってほしいなというふうにこう思っております。非常に応援していると。で、もう一人,こうもう人、あのー、正代ですね、正代もこうずっと応援してるんですけども、えー、初日2日目とこう危なげなくというかねこう、かなり強い、特に初日なんかはかなり強い相撲をしてるなというふうに。 思いましたおっ正代今場所は調子いいとどこまでいくかなというような感じでこれからこう、えー、見ていきたいなというふうにこう思っております。ノはねもう,もう もちろんその言わずもがなというかその実力があるんでこうしっかりとこう2勝したというところですね僕の応援している若隆景はまあまあ照ノ富士にまあまああ負けたということですけどもまあまあでも若隆景もこう見どころ見どころとかこうか見せ場もあったしこういい感じかなと、えー、これから若隆景がどう照ノ富士とやってこう勝った ていく時がこう出てくるのかというところですねそれが楽しみかなというところではありますそしてちょっと心配なのが高景勝ですね、えー、2日目ですねあのー、逸ノ城とやった時にですね、えー、ちょっとこうまあま負けたんですけど何かあってなんか首に何かあったんからな,なんかそれでこう相撲 その終わっったた後にでですすねね動かなくなくんです、ね、でしばらくそういう時間がこう過ぎたというの場面があったんですけども、えー、ちょっと3日目からはこう出場停止ということになるでしょうねほんでうん心配ですねせっかくこうねある程度こう安定して勝ってたのにまたこう怪我でっていうことになるんでただまあまあ,あの無理せずこうゆっくり休んでですね、えー、またまあ 怪我を、ね、直してからちゃんとこう出てきはった方がいいかなと思いますね。稀、え、勢、ー、の里とかでもちょっと無理してこう出てきてこう横綱になってから無理して出てきて結局こう引退を早めてしまったっていうことがあるんでね、えー、そのもちろん大関としての責任、まあ、横綱としての責任いろいろあるんでしょうけどもやっぱりそのみんな、ね、こう相撲を見たいんでね、えー、ちゃんとこう怪我をこうある程度ね こう大丈夫やろっていうところまで直してこう直してから出てきてほしいですよね。でもしこう大関からこう番付下げたとしてもですねすぐにこう大関にはけが、えー、さえねこうなければなければいいかあの体の調子さえ良ければすぐ大関に戻ってこれるでしょうからそこはねうんあのー ある程度こう我慢してこう直すっていう形をこうしてもらいたいなと思います。ただえ相撲取りのこう見てるとですね、みんなこう怪我した時にこうやっぱ万全じゃない状態で出てくるんですよね。ほんでしょうがないんですけど、それでもこうそれでこう引退を早めたりとかですね、思ったこう取り組み。 というか相撲が取れなかったりとかがこうあるような感じがあるんでね、えー、どうしてもアスリートあるあるなんでしょうけどもその、まあ、プロ野球とかでも何でもそうなんでしょうけどね、うん、怪我とこう付き合いながらこうやっていくんでしょうけどもなるべくねその体に負担がかからない状態ぐらいまで戻してですねそこからこう、えー、取り組んでいきあの取り組みというかその相撲を取ってもらいたいなというふうにこう思いますね。うん で今まあ2日間終わった時点で僕は、えー、正代がどこまでいくかなというところと、えー、やっぱり照ノ富士強いのかなっていうところが見られるのかやっぱ白鵬がどこまでやれるのかというところですよね。これは白鵬としてもこの今場所っていうのは結構勝負どころになってくるでしょうし。うん まあ優勝できなくてもまあえ十二三勝はこうしていく形を取らないとですねんなかなか難しいまたほんでこう何か怪我で離脱するようなことがあるとちょっとック法は。 えー、ピンチになってくるのかなというところですねそしてこう本当にこう実力がある照ノ富士であったりこう、えー、正代がこう調子いい時の正代であったりこう、ね、で若隆景がどこまでこうやれるかとそして逸、まあ、ノ城がねこう2連勝してますけどこの一ノ城がこう、えー、本当にどこまでこうやれるのか逸ノ城こう大きいんですけどね あの相撲取りは大きい方がいいんですけどもちょっとこうちょっと減量減量っていうかねこうちょっとどうですかねもうちょっと、えー、絞った方がええような感じにこう見えるんですけどね動き的にですけどもまあ強いんですけどある程度ね強い時は強いんですけどどうなんでしょうかと。 いうところあとね何やったかな、えー、豊昇龍やったかなんかこう見ててあなんか強いなこの相撲取りはこうこれからぐっとまた伸びてきうる感じがするなという感じはしました。そして、えー、まあ高安がねこう 出場ししてないいんでねちょっと寂しいせっかくこう、えー、先場所も調子良くあって今場所どうなるかなと思ってたんですけどもここでちょっと休場ということでちょっと残念やったなと。で、えー、朝の山はまあまああのー、一応まあ自業自得かもしれないですけども6場所こう休まなあかんというのはかなり痛いしこうだいぶ下がっ る状態になりますよ、ね、でその時のこうモチベーションというかね、えー、その辺をこうしっかりこう保ってですね、えー、モチベーションというかこうメンタル面ですねこうしっかりこう万全を期してこう出てきてすぐにまあまあ、照ノ富士のようにまた上がってくるでしょうから、えー、実力はあるんでねその、えー、しっかりとこう相撲を一本にこう絞ってですねこうやっていって。 いただきたいなという風な感じはこうしますということですね。そしてまあまああのーえー、誰でしたっけあの解説の、えーえー、っと誰やったかな、うん、なんとか富士さん、えー、人気のあるあの解説の方の話もね。 またこう相撲を見ながらこう聞,く聞けるのがちょっと嬉しいですけど、ちょっとその代わり僕の場合、ねえリアルでなかなかこうリアルタイムで見れないんでですねそので、大相撲ダイジェストですね BS の大相撲ダイジェストでこう見てるんで、なかなか解説がこう挟み込まれてないこともあるんで、ちょっとその辺はうしょうがないんですけど残念だなというところはありますということで、僕は今のところ見てると正代がいいところ。 う行くのかなまあ、照ノ富士も強い白鵬がどうなってるのかな、えー、若隆景がどういう挽回をするかなというところをこう注目して見ていきたいかなというふうに思います。ということで、えー、大相撲7月場所な名古屋場所ですね始まりましたということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます。